よろしくお願いします。末永塾講師の大塚です。今日は I wish なんとかなんとかの問題の解き方を説明していきたいと思います。使用する問題はセンター試験2004年本試験第2問 A の問い8の問題を使っていきたいと思います。この問題、ここに穴があるんですけれども、その前を見てみると I wish という表現があります。この I wish を見たら仮定法というのを思い浮かべてください。そして、ここでいきなりポイントが出てくるんですけれども、英語の問題、こういった穴埋め問題、文法問題の場合は、まず形から入りましょう。形というのはどういうことかというと、英文の構造であったり、形のルール、この形から入るというポイントを押さえてください。そして、その上である程度選択肢を絞り込んで、最後は意味で判断をすると。しかしですね、実はこの問題、この形の判断だけで一瞬で解けてしまうんです。というのを説明していきたいと思います。先ほど今、I wish を見たら仮定法を思い浮かべてくださいというふうに言ったんですけれども、どういうことかというと、I wish の後の説の時制というのがこの問題の大きなポイントになるわけです。ここにも書いたんですけれども、実は I wish の後の説の時制は、過去形か過去完了形。これだけだと思ってください。ということで選択肢を見てみると、まず1番、have stayed。これ、現在完了ですよね。なので、これは×と。そして2番、could have stayed。これ、時制自体は過去になっています。なので、これは選択肢として残しておきましょう。そして3番、can stay。これはもう明らかに現在形ですよね。なので、バッテンと。そして4番、will stay。まあ一応未来形という形になるんですけれども、これも過去形、過去完了形ではないので、バッテンと。ということで残ったこの2番が正解になりますね。そして一応、この意味の判定もしておきましょう。まず1文目、The beach was beautiful。海岸はとても美しかったと。そして、I wish I could have stayed longer。もう少し長くいられればよかったのにな、ということを言ってるわけです。そして、これは意味もしっかり通っていますので、この2番間違いなかったということになります。このように、ポイントとして、まずは形から入る。そして、ある程度絞り込めたら、最後は意味で判定をする。この問題であれば、形から入ることで、一つに選択肢が絞れました。そして、意味を確認することで、その選択肢は正しいなということが確認できました。このように、この問題のポイント、I wish なんとかなんとかの時は、その I wish の後の説の時制が過去形か過去完了形。この2つしかないよというのを覚えておいてください。このように、まずは形から入って、最後に意味の判定をするという形で、こういった仮定法という、結構皆さん苦手にされる単元だと思うんですけれども、そういう問題でも一瞬で解くことができるんですね。この考え方非常に大事なので覚えておいてください。以上です。ありがとうございました。英語を身につけたら若き受験生たちよ。だが、お前はまだ合格者ではない。私と共に来い。チャンネル登録して。はい。